こんな格好で見つかったら一番やばいだろ。めっちゃ簡単やん。はい、誰にも見つからないように家に連れて帰ります。最高じゃん。雷打ってくる。あのアホども、目と目が合う瞬間好きだと気づいた。あみのめぐり合わせ。もうこの段階で全員死んでたんだ。あの乗っ取られた段階ではもう全員死んでたんだ。Y 押しながらプラスキー長押し。危ねえ、爆弾でやられるとこだった自分の。ね、Y 長押しね。なんかブンブン振り回すやつ。え、光が時を刻む間に何それ。タッタララララーン。こいつ、ほんまに、ほんまにこいつ。来るか。よし。できるよ。やった。何とかあるんだよ。あ、危ない。こっちだ。ここなんだ？あ、ゾーラだ。おお、お主。何？タッカ、ここである。ゾーラ族？おお、お初にお目にかかる。私はゾーラ族のタッカと申す者。お主ハイリア人ではないか？そうです、そうだよ。シド様が訳あってハイリア人を探している。ダルブル橋。無理にでも言ってくれ。すがすがしいなこいつ。向こう。向こうとは？ゾーラ川の上流。ここから東のゾーラ川の上流。あの塔の近く。ん？王子様？なんでそんなとこにいるの？ご愛読ありがとうございました。先生の次回作にご期待ください。よいしょ。よいしょ。よいしょ。なんだ？お前！追い抜け！やったー！やったや。あ、なに？おぉ、何してんのお前。うわ、小生はゾーラ族のノールとも言うものだ。あなたこそ、シド王子と一緒にとある事情で、すごい音と振動で、あー。この下の端におられる。なるほど。あ、そこにいるんや。まあ、せやろな。なんだこいつ。なんだこいつ。ただのビビリかよ。やったー。久しぶりや。うわ、出た壮大な音楽に壮大なこの景色、素晴らしい。神ゲーたるゆえん、本当に。あ、ビームが見える。あ、なんかおる。あ、いや、おお、おお、ありがたい。お前ハイリア人だな。そうです。よしよし、ついてるついてる。あー、いきなりごめん。てかみんなこのさ覆面つけてなんでわかんの。ハイリア人だって。お前のようなハイリア人を探してる。ドーラの里がおかしなことになってシド王子と一緒に強すな。ほーん。おう、ダルブルの橋、橋、ダルブル橋にいるシド王子の話。あ、あれ、そう、あれ王子もしかして。まあとりあえず置いとこう王子はな。ほこらやろ。え？一番最初じゃん、ここ。ジョイ、ジョイって読むの？力の試練。この間注意やったよな。こっち先に来るんだ。来る方向間違えた、私。いや、まあ、いっか。
君は席でよかった。橋の下っつってなかった？これ上じゃね？あれ上か。お、おーい、そこの君。あ、いい声してる。ここ、ここだ。いや、と、イケメンじゃん。君だ。君はハイリア人だろ。こっちに来て話を聞いてくれないか。行きたくねー。抱きしめられそう。いや、おお、やっぱりハイリア人なんだな。おっと失礼。ははは、いい声してる。俺はシロ、ゾーラ族のプリンスだ。めっちゃ爽やかじゃん。気合わねえわ。見ろこの覆面。気合わないだろ絶対。絶対敵対するわ。リンカいい名だぞ。あ、ゾーラ族ってみんなテンション高いの？とにかくいい名だぞ。実は少し前からずっと君を見ていた。怖っ。ただものではないな、確かに見た目強い選手で。そうです。おお、やはりな。これでも俺はゾーラ族の王子、人を見る目はあるだ。いいぞ、最高だぞ。俺はずっと探していたのだ、リンクのような強きオーラを放つ男を。今ゾーラの里は水の真珠バルッタ、大雨で存続の危機に見舞われてる。あー、ゾーラの里でオッケー。ありがとうリンク、君はやはり俺の思った通りの男だ。これでゾーラの里は早いな。気が絶対ここをまっすぐ道に沿って進めば里に着く。絶対気合わないわこいつと。電気を使う魔物にも苦戦する。めっちゃ爽やかなんだけど、うん、渡すものがあるんだったぞ。これは俺からのささやかな応援の気持ち。ハイリア人用の薬だからか俺たちには効き目が薄かったが、君には効果がある。俺は君の行く先に異変がないか先に行って確認する。では頼んだぞ。待って、じゃあ兜意味あるじゃん。覆面取んなきゃダメ。せっかく気に入ってたのに。この覆面タイガーマスクみたいなもんだから、この覆面の。あ、ヘイヘイヘイって言っとるやんけ。顔の赤くなかられたらダメだ。強引に誘ったので君が本当に来てくれるのか心配だったんだが、順調のようで安心した。最近の異変以来ここにも魔物が増えている。ゾーラ族のみんなが君を待ってる。罠じゃないこいつ。本当に爽やかな、なんか企んでんじゃない。大丈夫、行くぞ。なんだこいつ。どこ行ってね。やんのかお前。うわぁ、なんだ。あ、着いたんじゃない。へい、夜光石ある、取りたい。どこ、イケボ、イケボコミュ力お化け王子。毎回このBGM流れんの。とてもいいペースだぞ。顔の中から応援してる。あ、まだつかないんだ。見た目変わってもわかるんや。覆面、なにあの黄色いの。でっかいコウモリかい。やばいやばい、危ない。なに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 なんだ。オーレン橋また出てくる。絶対気合わないやつ。そろそろ里まで半分、遠いんだな本当に。道は整備されてんだね。たまんのめちゃくちゃ遅いんだね。絶対あのせいやから。ほら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 。来ちゃった、来ちゃった。本当に。ワゴンの音で背中カイカイしてるみたい、これ。へい。おい、リンク。ただこっちだ。は？と、かなり遠いな。でも必ずこの橋を通ると思って待っていた。
もうすぐでゾーラズの里に着く。もう着くんだ。背後から魔物が迫っている。気をつけろ。ほんとだ、ミスった。あぶね。弱い、弱い。ジャーキー、ミスった。やめなさい。この世に生きる喜び、そして悲しみのことを。グリーングリーン、青空には小鳥の死骸。グリーングリーン、タタタタタン、タンタタタタタタンタン。よし。孫の手。ゾーラの里、ここ。え、めっちゃ祠あるやん。よいしょ。中山きんに君かよお前。おお待っていたぞリンク。ははキラーン。ようこそ我がゾーラの里へ。さあキングに紹介しよう。絶対トゥギャザーしようぜとか言ってるわこいつ。絶対言ってるだろ、トゥギャザーしようぜって。熱ヨマの祠、押し出す力。リンクさん、岩が全部なくなったんだけど。ちょっとリンクさん、ちょっとそんな遊んでる。あれ、あ、あ、痛い。なんだ、ちょっと動いたぞ。わかった。おらーっていっ。あ、強かった。おらーっていっ。おらーっていっ。やったー。タラララーン。あ、でかっ、でかっ。これどれファン、おじいちゃん、マンタじゃん。これ何がモチーフなんだろう。ハンマーヘッドシャーク。おお、そなたがシドの連れてきたハイリア人、よくぞここまで来てくださった。これシャチか。ドレファンであるぞよ。腰のもの、それはシーカーストーン。ん、よく見たらそなた、ええ神器です。なんでわかんの。リンクがあの英傑その人なのか。え、幾度もあった。長すぎる眠りに記憶がない。なんと、どれだけ長き眠りにわしのことを覚えとらん様子なのはそのせいか。リファーのことは覚えている。わからない、誰だ。そなたとあんなに仲の良かったミファーのことを覚えてないの。この里の風景、ミファーの像を見ても何も思い出さんぞよ。あの女の子じゃないの、人を癒すっていう。何かのきっかけで思い出すこともあるぞ。できれば。父上、ここで姉上のことは。お姉さんなんだ。てか、ゾーラ族って長生きなの。おお、そうよな。短命じゃないの。ゾーラ族の中でもその、種族にもよるのかな。それにしても知らずに英傑を連れてくるとは。シド、お前もやるぞよ。じゃあ、どういうこと？リンク、そなたも大変であろうが、わしの話を聞いてほしい。存亡の危機に、バルッと、あ、真珠か。単刀直入に言うと、わしらだけではどうにもならんぞよ。任せてくれ！真珠ハンター、千望さんとは、私のことよ！なあ、みんな！神獣のラクダ倒したからな。もう名前忘れた。なんて名前だったっけあいつ。なんて名前だったっけ。ラクダ。ハイリア人に。わ、出たー。頭のお堅い老人。ヒレ折れ。それ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 。ありがとう。さすが。さすがみんな。詳しいな。みんなで決めたじゃないか。彼なら俺たちに力を貸し、この里を救ってくれるに違いない。そうだよ。リンクは紛れもなき英傑。今はこの里が、
いや、ハイラル全土が水に飲まれるかもしれない危機的状況。ここはゾーラもハイリア人もない。ヒレを畳む。ヒレって畳めるの？適当に言ってない？これ作者。ハイリア人どもは信用できません。なんで？ああ、そういうことか。なんだよ、文句あんのか？ああ、ミファーね。魂だけでも解放してあげようよ。それはルッターは水の真珠、無限に水を生み出す力。最近突然水を吹き上げ出したせいでこの辺りは激しい雨が続いてる。水は空気も同然。それだけなら困ることもなかった。貯水湖が溢れそう。貯水湖なんてあんの？君たちいらなくない？おお、クジラか？っていうかゾーラの里って水の中にあるわけじゃないんだね。上に出てんだね。あ、何、どういうタイプの真珠なのこれ？クジラ？違うな、なんだこれ。なんだ、クジラ？あ、ゾウか、ゾウさんだ。ゾウさん、ゾウさん、お花が長いのよ。そうね、母さんも長いのよ。水の真珠バルッタ、覇王って言ってたね。めちゃくちゃ言ってたわ。全然上ゾウさんだったわ。ルッタの方に見える装置、あれが電気によって水を制御するからくり。電気？おう、セゴン G がルッタの方に電気の矢を当てた時は、あー、セゴンおじ？セゴン G？ 結局ゾーラに扱える電気では足りなかったのか、ルッタの水の勢いは残った。おー、やわねえこいつと、マジで。もう言わなくてもわかると思うが、リンク、電気の矢でカラクリを起動させてくれ。うん、実は任せとけ。何、お主ゼルダ殿の導きで真珠の中に入り沈めようと思っていたのか。ゼルダ殿は生きておられるのかぞよ。はあ、喋りづらいだろそのぞよって。うん、なんとなんとそうであったか。100年前はあのような結果になってしまったが、真珠の中に入りこちらの手に戻、手に取り、よし。おう、協力してくれ。一緒にルート、分かった。もう選択肢ないじゃん。我らの目的がほぼ同じとは、これも運命。電話急げ。何？やったー！弱っ！ハイリア人でも我らゾーラのように滝登りできる。やった！ドレファオ、ゾーラの鎧を渡すのですか？あ、そうなんだ。じゃあ唯一無二のものなの？あ、ミファーが作ったんだ。それを英傑であったとはいえ何の関係もないわ。あの男に渡すなどなんてること、関係はあるでしょう。なんだこのじいさん。刺身にするぞ、本当に。むずりめ。あれは我が娘、ミファーの教育係。へぇ。わしら肉親と同様にミハーのことを心底大切に思ってくれておる。大厄災でミハーを失った時、ハイリア人嫌いが決定的になった。あー、そんなこと言ったってな。天気の矢をムズリに探しておくよう命じておいたが、出て行ってしまった。俺が説得するからちょっと待っていてくれ。あ、ムズリ、じいちゃんか。もう名前忘れてたわ今。あの話をするつもりぞよな。ジド、リンク、ムズリはおそらく下の広場。そなたも行ってやれぬか。オッケー、下の広場な。おい、こいつ無敵だぞ。こいつ無敵だぞ。あれ、あ、いた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 。おっちゃん、よう。ムー、こんなとこまで来たぞらか。お前に用はない。私はある。ムズリを聞いてくれ。お前に黙っていたことがある。本人を前にしな
姉さんの思い人。俺はその頃まだ小さかったから分からなかったのだが、父上からは何度も姉上がリンクのことを思っていたという話を聞かされていた。7。そんな作り話を簡単に信じる無釣りではございませんぞ。王子の言うことか、信じられないのか、貴様、内首だ、内首。ぶち殺せ、老害め。すいませんでした。こやつは何も覚えておらん。おらんよ。お前は知らんだろうが。え？何？お！ここでも記憶が？口開いてる。私もいつも口開いてる。はっ今度は症状が、表情が何もわかんねえや。あ！ゾウさんや。水吹き出したら面白いのにな、ここで。こうしてると、出会った頃のことを思い出すね。あなたはまだ子供で、無茶してすぐに怪我をして、その度私はこうしてあなたを治してた。うわ、めっちゃ傷って凝ってるやん。気がついたら私よりも大人になっちゃってたけど、私あなたの傷を治してあげられるの嬉しかった。おお、めっちゃいい子やんなあ。いいな、モテる男は。復活するかもっていう厄災ガノンはどんな相手なのか、どういう戦いになるのか、詳しいことはまだわからない。でもどんなに過酷な戦いになったとしても、え、リンク左手なんでそんな。あなたが傷ついてしまった時は私が治す。何度でも、どんな怪我でも、私はあなたを守りたいから。厄災ガノンとの戦いが終わったら、そうしたら子供の頃みたいにまたここへ遊びに来てくれる？おお、なるほどな。あ、どうしたリンク、大丈夫か。どうしたドラ、ミファーを思い出した。7。バカにするな、ハイレア人。そんな都合よく思い出したりするわけないぞら。それな、何もできずに死んじゃったんだよな、多分な。証拠？お前はまだ気がつかないのか。リンクが着ているものをよく見てみろ。下半身めっちゃ光ってるやん。7。それはさっきのゾーラの鎧。なんとサイズがぴったりだろ。これで分かっただろ、姉上の思い人が誰だったのか、誰のためにこの鎧を作ったのか。この鎧がリンクにぴったりなのが何よりの証拠だぞ。やった、ミファー姉さんが口止めしていたそうだぞ。やあ、さあ協力する約束だぞムズリ。電気の矢はどうやったらたくさん手に入る。お前のことだ、もう調べてあるのだろう。むむ、ミファー様はこの者のために鎧を作っておられたとは。認めたか。一度吐いた泡吐いてんのやばいだろ、泡吐くのは。電気の矢がたんまりって手に入る場所、マジで200本ぐらい。雷獣山、そしてあそこの先端の試しの岬、雷獣山、恐ろしいやつ。なんだ
おい、ライネル先生じゃねえかよ。マジ？ライネル先生じゃん。第2、第3のライネル先生が次から次と現れるな。20本以上。集めることはできるよ。だって買えば大量にできるもん。うん。雷獣山には里の東の滝を登るのが近道。東、雷、神獣のいる東の、任せろ。お、ライネル先輩か今度は。先生の先輩が出るか。この先、度胸試しをほどほどに。なるほどな。もう、もう勝てるよ。狭い狭い狭い、ちょっと狭い。やばいやばいやばい、痛い、やばい。先生、弱くなってしまったな先生。悪いな。私の勝ちだ。